こんにちは、フォトビジェットです。フォトビジェットの使い方を教えてあげます。最初にフォトビジェットアプリのアルバムや写真を追加します。フォトビジェットアプリを起動してください。この時、必ずすべての写真へのアクセスを許可を選択してください。先にアルバムを作ってください。次にアルバムに写真を追加してください。管理ではアルバムの名前を変更、削除、写真の削除が可能です。ウィジェットサイズ別プレビューで写真の領域を先に確認することができます。第2、ホーム画面にウィジェットを追加します。ホーム画面の空きスペースを長押し編集状態にしてください。左上のプラスボタンを押してください。スクロールを下げ、フォトビジェットをクリックした後、お好きなサイズのウィジェットを追加してください。ベーシックは以前のバージョンなので、左の虹色の仕様をおすすめします。検索でも見つけることができますよ。第3、ウィジェットを編集します。ウィジェットを長押しすると、ウィジェットの編集があります。そこで、アルバムと時間間隔を選択してください。ご不明な点はいつでもインスタグラムメッセージで聞いてください。それではフォトビジェットを楽しんでください。よろしくお願いします。